トレバー・チャールズ・ホーンは、イギリスの音楽プロデューサー、作曲家、編曲家、作詞家、ミュージシャン。コンポーザー・アレンジャー・ミュージシャン等を多岐にこなし、自らもユニットの一員として行動することもある。しかし、普段は、表舞台に立つミュージシャン・シンガー・ソングライターとしての、活動よりも、セッション、作品の制作式、イメージ造形。 マニピュレーターミキシング作業とスタジオでの裏方、レコーディングエンジニアとしての作業が中心である。レコーディングにおいては、クレジットされていない部分でもプロデュース対象者、制作スタッフの目を盗み、アレンジ作業を、パート部分の引き直し引き出しを行い、デジタルオーディオワークステーションを駆使し妥協なく、隅々まで編集すると、演奏面でも数多くの作品に関与する。 ラジオスターの悲劇のヒットで知られるバグルス、イエスのボーカリストを経て、1982年に音楽出版社のパーフェクトソングス、1983年に ZTT レコーズを立ち上げ、プロデューサーとしての活動を始める。イエスを辞め、プロデューサーへ転向した理由を、かつて本人がインタビューで答えていたことがある。 当時ジョン・アンダーソンの後釜としてイエスのツアーに出ているとき、観客の反応はジョン・アンダーソンではないイエスのボーカリストに対しては冷淡な反応で、それに耐えきれない気持ちが大きくなり、そのことがイエスのボーカリストとしての活動をやめるきっかけになった、と語っていた。妻のジルシンクレアがサームスタジオを経営していたこともあり、自然とプロデュースの方向へ進んだ。 というのがプロデューサーとしての活動を始める契機にもなっている。ホーンの名を一躍有名にしたのが復活したイエスであった。アルバム9125をプロデュースしロンリーハートを全米一位に送り込む。この曲のイントロで聴けるオーケストラが一斉に楽器を鳴らしたようなジャンという音はオーケストラルヒットと呼ばれ一世を風靡した。この音の正体は フェアライト CMI というオーストラリア製のサンプラーで再生したもので、ホーンは当時最先端だったこのデジタル機器を駆使して斬新で刺激的なサウンドを作り出し、一躍時の人となった。自身のプロジェクトであるアート・オブ・ノイズや人気黒人モデルのグレース・ジョーンズ、クラウディア・ブラッケンがフロントボーカリストのドイツ出身の男にジョニーの4人組の プロパガンダ等の作品などはまさに時代の最先端をイクサウンドに満ち溢れており、先鋭的なニューウェーブ系アーティストに与えた影響は大きい。またフランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッドのセンセーショナルなイメージ戦略に見られるような仕掛け人としての側面も持ち合わせていた。1984年のバンドエイドによるチャリティドゥ・ゼイ・ノー・イッツ・クリスマスにもプロデューサーとして参加し、 市販されたメイキングビデオにて彼の姿を見ることができる。また、この頃プロデュースした ABC のザルック・オブ・ラブやゴドレー・クレームのクライのプロモーションビデオでも1カットだけ出演している。近年ではベル・セバスチャン、808ステート、シャルロット・チャーチ、シール、TATU の世界デビューにおけるプロデュースを手掛けている。二千四年十一月に ウェンブリーで行われたトレバー・ホーンの25周年記念コンサートプロデュースドバイトレバー・ホーンエーコンセール・ホー・プリンストラストにはトレバー・ホーンがプロデュースしたアーティストが顔を揃え冒頭ではバグルスのラジオスターの悲劇をジェフ・ダウンズと共に自ら披露した他にもアート・オブ・ノイズのクローズのビートを構成していたドラム音素材の演奏者であるアラン・ホワイト本人が ドラムフィル担当で演奏し、トレバーホーンはサンプリングで演奏していた、ベースラインをエレクトリックベースで弾き、サンプリングされて使われていた、ブラスヒットは本物のブラスセクションが演奏するなど、イントロのサンプリング部分以外は、すべて生演奏というスタイルで聴かせるなど、当時のサウンドを別の解釈で演奏した。またイエスも参加し、アルバム9125制作時のエピソードなどを、 語った。さらにフランキー・ゴーズ・とハリウッドは、ウェルカム・トゥ・ザ・プレジャーアドムなどのライブ演奏を行った。2010年12月、大英帝国勲章、コマンダーを授与される。2011年7月、イエスの新作、フライ・フロム・ヒアをプロデュースしている。2017年には連続テレビアニメ作品、ザリフレクション、ザリフレクションマイナスにおいて、劇ともを含めた。 オリジナルサウンドトラック全般を担当。劇中歌、スカイショーでは久々にソロ歌唱も披露した。本編にもプロデューサーのトレバー・ホーンというキャラクターが登場し、主要なキャラクターと会話する場面も見られた。また、同作のテーマソングとなるナインのスンスンスンリセも自ら手掛ける。この楽曲がトレバーにとって初めての日本人はアーティストプロデュース作品となった。 ありがとうございます。